日本では空前の韓国ブームが起きているよね。ああ、韓国系ファッションやヘアスタイルはすごい人気を誇っているな。今はとりあえずそのあたりを抑えておけばおしゃれになるもんね。K-POP の影響は凄まじいものだよ。個人的に韓国の文化は尊重できるけど、韓国のものづくりに関しては、ね。そうだね。今回は韓国の潜水艦事情をドイツから得た技術とノウハウを含めて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。韓国海軍は現在、最新型潜水艦 KSS-3 として水中排水量3800トンのドサンアンチャン補給、通常動力潜水艦の建造を進めていて、ネームシップのドサンアンチャンホが2021年8月13日に就役したのに続き2番艦アンム3番艦サルシンチェホが浸水して偽装中らしいよ。この3隻は KSS-3 計画艦バッチ1と呼ばれて、巡航艦対地ミサイルなどを発射できる VLS ミサイル垂直発射システムが6セル装備されていて、先日ドサンアンチャンホが海中からのミサイル発射実験に成功したとの報道があったね。また、韓国海軍ではさらに発展させた KSS-3 計画艦バッチ2の設計を進めている上に、バッチ3が原子力潜水艦とする計画があると、韓国メディアが報じるなど潜水艦建造においてかなり鼻息が荒い状況で、日本のインターネット上では休戦中の北朝鮮とら陸続きである上に領海面積が狭い韓国に、VLS 搭載潜水艦が必要とは思えず、ましてや原子力潜水艦を保有したところで使い道がないと思われると指摘することが多く、これらの潜水艦の使い道としては、日本を仮想敵国としているとしか考えられないと懸念する声もあるようだぜ。このようにオーバースペックなのではないかと思われる潜水艦の建造と開発を進めている韓国であるんだけど、これまで韓国がドイツの214型のライセンス生産である現在主力潜水艦ソンオニル級の運用状況を振り返ってみると、韓国のお寒い潜水艦事情が垣間見えるんだよね。韓国海軍は1980年代から潜水艦を保有する計画を立て第一段階として KSS-1 計画艦を立案し、ドイツの輸出用通常動力潜水艦209型を導入することになったんだ。ホバルツベルケドイツ造船のキール造船所で一番長歩行を建造する際に、韓国の大宇造船海洋の技術者たちが大津に派遣され、建造技術を学んだ上で2番艦及び3番艦はドイツから艦隊のパーツを送らせて、大宇造船海洋の玉浦造船所で組み立てるノックダウン生産という建造方法をとっており、4番艦以降はライセンス生産によって大宇造船海洋が国内建造を行ったが18隻の建造計画は9隻の収益で終了となり、韓国の潜水艦は時給のソンオニル級に移行したよ。第2段階の KSS-2 計画艦ソンオニル級には再びドイツの輸出用通常動力潜水艦214型が採用されたみたいだぜ。214型ってどんな潜水艦なの？214型は非対機依存推進システム AIP が導入され、水中排水量は209型の約1300トンから約1900トンに増やされた発展型となっているよ。超歩行級で潜水艦建造のノウハウと技術を取得した大宇造船海洋がバッチ1の建造を担当するものと思われていたが、なぜか潜水艦建造経験がないヒュンダイ重工業が3隻を建造することとなったんだ。1番艦のソンオニルは2006年6月に浸水したが、偽装中にスクリューからのノイズが大きい欠陥が判明、推進軸を交換するなどした後に2007年12月に就役し、さらに2008年12月に2番艦チョンジ、2009年12月に3番艦安住軍が就役した形になったよ。ところがここで韓国海軍は、潜水艦の建造経験のないヒュンダイ重工業を選んだことの付けを払わされることになるんだよな。まず1番艦ソンオニルは就役後も推進軸からの騒音が収まらず、実戦運用もできずに近海の試験航行が続けられていたが、2011年4月にその改修のためドック入りしたものの、解決することができずに20ヶ月間もそのまま放置されているんだ。1番艦の騒音問題が解決できないまま2番艦チョンジ、3番艦安住軍を就役させたが、2010年にはこの3隻全てが運用停止とされていたとして朝鮮日報などが報じているぜ。ああ、欠陥だらけでお金の無駄だね。その原因として明らかになったのは、甲板と艦橋を接続するボルトが緩んだり折れたりするという由々しき問題で、1番艦ソンオニルで2006年から2009年の間に6回発生、2番艦チョンジでは就役後2年間でやはり6回、3番艦安住軍では3回発生しているらしいよ。
潜水艦でそんな問題が起きるなんて怖すぎだよ。当初は韓国で製造されたボルトの強度不足が原因とされて、ドイツの HDW の規格によるボルトに交換したが折れることはなくなったものの緩むことは解決することができなかったらしいよ。そこで HDW の技術者が韓国まで出向いて調べたところ、ボルトだけでなく環境へと甲板の接続部分そのものの強度が不足していたことがわかり、金属板などで補強を実施して半年かけて解決したのであるが、その根本には韓国製造業への手抜き体質があるとも言われているな。日本がそんないい加減な国じゃなくてほんとよかったよ。自分たちが被害を被るだけならいいけど、他人に迷惑はかけないでほしいよね。結局のところ韓国企業においては、潜水艦に使用される超高超威力高板を加工する技術力が不足していたことが原因とされ、4番艦2号については潜在潜水艦の建造経験を持つ外遊造船改良へと公募に建造することになったらしいぜ。しかし、これにて一件落着かと思われた孫を見る旧通常動力潜水艦であったが、さらに深刻なトラブルが待っていたようだぜ。この孫を見る旧通常動力潜水艦には非待機依存推進システム AIP が搭載され、浮上せずに数週間に及ぶ作戦行動が可能とされていたんだけど、搭載されている燃料電池の不具合が発覚して数日程度しか潜航できないことが判明したんだよね。214型の原型でドイツ本国やイタリア海軍が運用している212A型通常動力潜水艦でも故障は多く、6隻を保有しているドイツ海軍では2017年に全ての潜水艦が運用不能になるなどしているが、燃料電池の不具合によるとされるトラブルの報告はなく、韓国製の燃料電池不具合によるものである可能性が指摘されていて、就役前の燃料電池の故障が93回、就役後も102回の不具合が発生していたことが明らかになっているよ。三桁超えの不具合なんておかしいでしょ。この他にも4番艦までの全艦の水中騒音が海軍の要求基準値を40デシベル以上も超過していたことが2015年9月に判明したが、解決のめどが立たないため海軍では5番艦以降では要求性能の中に水中騒音基準を含まないことにして建造を進めているというよ。さらに2021年7月にはこの孫を見る旧潜水艦艦名不明が定期点検修理後に基地に移動しようとした際に、原因不明のトラブルにより海上で立ち往生してしまい、民間のタグボートに曳航されて出てきたばかりのドックに戻るという前代未聞の事故が発生しており、韓国製潜水艦の導入を進めているインドネシアなどが購入を躊躇していると言われているぜ。絶対買わない方がいいよ。いくら安くても、安全面でこれだけ問題があるんだから、無駄金になること間違いないんだから。このように、これまでに様々なトラブルを引き起こしている韓国潜水艦と比べると、海上自衛隊潜水艦においては、人為的なミスによる他艦船との接触事故以外に問題が発生したとの報告はなく、その静粛性と相まって世界に誇る優秀な通常動力潜水艦であると言えるよね。韓国海軍ではこの先ドサンアンチャン補給をさらに発展させ、その上で原子力潜水艦を保有するとしているが、ここまでの潜水艦建造技術を見る限り、ドサンアンチャン補給にも何らかのトラブルが高い確率で起こることが予想され、アメリカも原子力潜水艦の建造を許可することはないだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。そういえばさ、以前韓国から日本の飛行機がレーダー照射されて騒がれたことあったよね。あれってどうなったのさ。確かに、何かうやむやにされたまま終わってないか。韓国政府は謝罪くらいしてくれたのか。まあ日本に頭を下げるくらいなら死を選びそうな勢いの国だから簡単には謝罪しないだろうけどな。事件当時はさ、報道やニュースでも散々取り上げられてたよね。結局何も進展しないまま終わっちゃったのかな。そうだね、日本の報道の悪いところというのかな。こういう出来事は簡単に忘れたり済ませたりするべきではない出来事だと思うんだけど、何か新しい事件やスキャンダルがあるとすぐにそちらに飛びついて何もなかったかのように取り上げられなくなるよね。だから国民のみんなの関心もすぐに薄れてしまうんだよね。国民の関心がなくなるから、政府も中途半端な対応で切り上げてしまうんだよ。きちんと何か解決の形を示してほしかったよ。何か今回は、やけに熱くなってんじゃないか。思想が強くなってんぞ。でも本当は、それくらいみんなが熱くなってもよかったような出来事だったんでしょ。韓国との国交では納得いかないようなことが多々あるけど、この事件は、一歩間違えると、有事にも発展しかねないことだと思ったからね。少し熱くなっちゃったよ。
今回は忘れてはならない事件として、もう一度この事件を見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。2018年の12月、韓国海軍の駆逐艦プアンゲトデワンが日本の自衛隊の哨戒機にレーダーを照射したんだ。これは本当にありえないことで、日本国内ではどこのマスコミも取り上げて大騒ぎになったことをみんなも覚えてるよね。ああ、本当に攻撃は大騒ぎだったよな。よく覚えてるよ。他国の航空機にレーダーを照射するなんて全くひどい話だぜ。日本中どころか、世界でもかなり報道されたみたいだもんね。ところで韓国の駆逐艦名称ってなんか変な名前だね。確かに大王って入ってるもんね。これは実在した王様の名前なんだよね。イギリスにもクイーンエリザベスという最新鋭の空母があるでしょ。あれと同じ感じなんだよね。この名前は古代朝鮮半島に実在したコークリという国の王の名前なんだ。韓国では現在でも人気がある王様で、尊敬されていてドラマ化もされたような人物なんだ。だからイギリスのクイーンエリザベスと同様に何も不思議なことじゃないよ。そうなんだ。イギリスのエリザベス女王はよく聞く名前だから違和感ないけど、韓国のこの王様のことは知らなかったから全然ピンとこなかったよ。コークリの王様といえば結構韓流ドラマには登場するもんな。なんとなく知ってたぜ。まあ、駆逐艦の名前の由来がわかったから、レーダー照射事件の話をしようぜ。そうだね。この韓国の偉大な王様の名前を付けられた駆逐艦が行ったレーダー照射事件を説明するね。まず簡単に言うと、韓国の駆逐艦が自衛隊の哨戒機に火器管制レーダーを照射したんだ。単純なことに思えるかもしれないけど、火器管制レーダーを哨戒機に対して当てるということは、攻撃の前段階の行動なんだ。ということは、韓国の駆逐艦は日本の自衛隊の哨戒機を攻撃しようとしたのではないかと日本中が大騒ぎになったんだ。日本にも嫌韓の人たちは多くいるからね。当時は SNS などでその方たちが一斉に韓国叩きを始めて大変な騒ぎだったんだよね。世界中でもニュースで取り上げられて、韓国は世界中から非難を浴びたんだ。当然だぜ。戦争でも起こすつもりかよ。火器管制レーダーを他国の哨戒機に照射するなんて何考えてんだよな。哨戒機に乗っていた自衛隊の人たちは怖かっただろうね。一瞬攻撃を受けるかもと考えただろうからさ。本当にひどい話だよね。事件発生から3年が経つけど、日本と韓国の主張は食い違ったまま解決することもなく現在に至ってるんだ。おいおい日本の政治家さんたちよ。もっとガンガン韓国を追及しろよな。このままないがしろにするとまた同じようなことが起きるぞ。頼むよ。本当に。事件発生後、各局で数多くの事件の映像が公開されたんだけど、映像を見たところで判断が割れたんだよね。各方面から様々な意見が飛び交って、一層混乱に拍車がかかった感じだったんだよね。しかし、事故発生時の映像を見て、レーダーを当てたという事実を考えると、韓国の主張はどう考えても矛盾しているようにしか思えないんだけどね。ニュースでも映像は公開されたんだけど、皆さんはあの映像を見てどう思ったんだろう？映像見たぜ。でもよレーダーを照射したことが紛れもない事実なんだぜ。主張も何もまずは謝罪するべきなんじゃないのかよ。韓国海軍の主張としては、我々は、北朝鮮の遭難船を救助していた。そこに日本の航空機が超低空飛行で接近するという威嚇行動をとってきたということなんだ。でも、映像では韓国が主張するような状況には見えないという意見が多かったんだ。救助していたという北朝鮮の遭難船の存在もはっきりしない。映像に映っているようには見えなかった。自分たちの行動を正当化するための、デタラメではないかと専門家たちも言ってるんだ。まずよ、韓国海軍が北朝鮮の遭難船を救助するってところから信用できないぜ。大体、この韓国の言い分を信じる人いるのかな？この国の役人は責任転嫁や自分たちを正当化するために話をでっち上げるなんて得意でしょ。今までだって散々やってきたじゃん。信じられないよ。全くその通りだね。今さら、自分たちは人道的な行動をとっていたんだ。と言われても誰が信じるの？って話だよね。おそらく韓国民以外は誰も信じてないと思うよ。この事件がうやむやにせずに解決してもらいたいもんだな。ところで、今回の主役の自衛隊の哨戒機ってどんな航空機なんだ？戦闘機のラダイはよく上がるが哨戒機ってどんな航空機でどんな役割なんだ？それ気になってた教えてよ。じゃあ、韓国の駆逐艦からレーダー照射を受けた P-1 哨戒機の説明を少ししようか。P-1 哨戒機が実戦配備されたのが2013年だね。それ以前はアメリカのロッキード社製の P-3C オライオン活動していたんだけど、その代替機として P-1 哨戒機が登場したんだ。 P-1
P3C オライオンという機体は、初フライトから60年も活躍した機体なんだ。すごい息が長い機体だよね。この機は軍事活動だけでなく、気象観測や消防業務などの非軍事目的にも大いに活躍したんだ。世界20カ国で運用されていて、別名哨戒機のベストセラーと呼ばれていたそうだよ。その P3C オライオンが引退となり代わって登場したのが現在の P1 哨戒機だね。60年、すごい長い間活躍してたんだね。P3C オライオン長い間お疲れ様でした。オライオンと P1 哨戒機を比較すると、機体の大きさは P1 の方が少し大きくなってるよ。そして最大の違いはエンジンだね。オライオンはプロペラ仕様のターボ型でしたが、P1 はより力があるジェットエンジンに変更されたんだ。このエンジンを作ったのが IHI 社、川崎重工業が中心となり製作されました。ということは、この P1 哨戒機は日本の純国産哨戒機と呼んでもいいんじゃないかな。長年の悲願が達成したということになるよね。そうだったのか。日本の純国産哨戒機とは素晴らしいじゃないか。そうだね。これは日本人として喜ばしいことだと思うよ。もう少し P1 哨戒機の説明をしていくね。P1 哨戒機の主要任務は当然哨戒行動なんだけど、でも爆弾層には潜水艦攻撃用の兵装が収納可能ということなんだ。だから万が一の緊急時に即対応できる攻撃力も増強されたということになるよね。そして、もう一つ気になるところが、この哨戒機のお値段だよね。どれだけの軍事費がつぎ込まれてるのか気になるよね。P1 哨戒機の開発コストは3500億円と言われているんだ。すでに購入した1機あたりの値段を算出すると、175億円ということになるよ。現在購入を進めている F-35 ライトニング戦闘機は1機あたりの値段が116億円だから、比較すると P1 哨戒機はかなりのお値段だということがわかるよね。開発費3500億円1機あたり175億円、気が遠くなるようなお値段だね。でも日本で開発された機体なら他国に売ることもできるんじゃないの？もちろん、それだけの経費を埋めるために、P1 哨戒機の輸出も考えたんだ。輸出の対象国としては、イギリス、ニュージーランド、カナダ、ノルウェーなどだね。でもどの国も反応はいまいちだったみたいだよ。日本製の機体を信用できなかったのかな？ P1 購入をしなかったイギリス、ニュージーランド、ノルウェーの3カ国はアメリカ製の P8 哨戒機を購入したそうなんだ。残るカナダも日本製の P1 哨戒機を購入するのは難しそうだね。はぁ、なんでだよ。安心と信頼の日本製だよ。ほんとだよ。ものづくりの日本が作った哨戒機なのに買ってくれないの？やはり、日本製の信頼はあったとしても軍用の兵器となるとアメリカと比べたら実績は少ないからね。巨額の開発費を投じた哨戒機はいつになれば世界に認められるかな？でも必ず近い将来日本の哨戒機が認められて、世界の空を飛び回る時が来るんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。今度は、お隣韓国とオーストラリアが何かまちまちやってんな。あれ？日本と韓国じゃなくて、オーストラリアが揉めてるの？日本と韓国は政府同士が常に揉めてるが、今回は韓国とオーストラリアのメディア同士が揉めてるって感じだな。そうだね。オーストラリアのオーストラリア戦略政策研究所が韓国が進めている、軽空母プログラムについて税金の無駄遣いだと批判したんだ。もちろん、こういう批判を受けるとプライドが高く気が短い国民性のお隣韓国はブチ切れだよね。オーストラリアこそ無駄が多い装備の調達をやっていると猛反発して、この論争バトルに発展したんだ。別によ、よその国が勝手に言ってることなんて無視しとけばいいだけなのにな。本当に韓国は揉め事が好きだよな。これまでだってそうだったじゃん。自分たちは他国を批判するのに、自国が批判されると目の色変えて怒り出すよね。それは国民性としか言いようがないよね。日本メディアというものは、自国は褒め倒して他国を批判するもんだからね。それを真に受けて、揉め事に持っていくあたり韓国らしいよね。中国とアメリカには、何言われても聞こえないふりしてるけどな。確かに。今回は、この韓国とオーストラリアの揉め事を見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。韓国がブチ切れた内容は、ASPI オーストラリア戦略政策研究所が発表した。必要のない空母の調達を試みる韓国という記事なんだ。これは15年ほどアメリカの航空宇宙産業関連メディアでアジア太平洋方面を担当してきた、ブラッドリー・ベレット氏が執筆したもので、そこにあなたが韓国人でないことを感謝すべきだとまで書かれていたんだよ。ここまでこき下ろされて、プライドの高い韓国人が黙ってるわけがないよね。そりゃあ、
なかなか痛烈な批判だな。韓国人全員を敵に回すようなゲリラ。でもさ、今の時代なら空母を保有するなんて当たり前のことなのに、なんでそこまで批判されたんだろう？ベレット氏の執筆内容を詳しく見ていくと、朝鮮半島は非常に狭く北朝鮮から祖国を守るためだけなら、陸上基地からの航空カバーで十分だから、空母を海に浮かべて、F-35 による航空カバーを別途整備するのは税金の無駄遣いと指摘してるんだよね。北朝鮮以外の周辺国に対応するためだとしても、ミサイルや潜水艦の攻撃に弱い空母を狭い海域で運用するのはナンセンスだ、とも指摘されている。簡単に言うと、韓国に空母は必要ないのに、なんで無駄なお金使ってまで空母必要なの？頭おかしいの？ってことだよ。いやいや、そこまで言ってないじゃん。大丈夫ですか？少し考えましょうねぐらいでしょ。いや、まあまあどっちも言い過ぎだからね。実は、韓国政府だってそれくらいのことはわかってるはずなんだよね。なのになぜ多額の費用をつぎ込んでまで、空母を必要だとしてるのか？結局のところ、やはり行き着くところは国民性って話になるんだよね。韓国が空母を欲しがる本当の理由は、民族の潜在的な欲求ってこと。え、どういうこと？日本に対するライバル心ってことさ。海上自衛隊の出雲型護衛艦の空母化を進める日本への対抗策ということだね。日本を出し抜きたいというナショナリズムを利用して数十億ドルもの税金を虚栄心を満たすためだけに、空母につぎ込む無駄な軍事プロジェクトを進めてるってことなんだよね。要は日本が空母化を進めてるから、こっちも負けられない。本当は必要ないけど負けたくないから買ってしまおう。ってことだね。なんとも韓国らしい考え方だよな。どうしても日本にだけは遅れは取りたくないって考えなんだろうね。さらに記事にはこんなことも書いてあったよ。韓国は空母に国産レーダー、国産の垂直発射装置、国産のシウスなんかの装備を新たに自国で開発して、空母に採用しようとしている点で、入手可能な装備を再発明することで飛躍的に何かが向上するわけでもないのに、わざわざ国産化を進めるのは、テクノナショナリズムでしかないと切り捨てて、この記事を読んでいる読者が、軍事プロジェクトに多額の税金を投入して、無駄にする韓国の国民でなくてよかった、とまで書いていたから、それは韓国側は怒り心頭だよね。ベレット氏もなかなかの怖いもの知らずだよな。こんなこと書いたら韓国民が何するかわかんねえぞ。この国民が今だに1世紀近く前のことで日本に因縁つけて絡んでくるような国だからな。一生恨まれるぞ。怖いベレットさん、絶対韓国には行かないでね。この記事に対して韓国の反応はどうなんだ？韓国のメディアは、あなたが韓国人でなかったことを感謝すべきだという記事は韓国人を怒らせるには十分だ、と語り、ベレット氏が韓国の軍事プロジェクトに噛みつくのは彼の祖国オーストラリアが100兆ウォンもの税金を投入して防衛育成産業に失敗したためで、新興国の韓国が2兆5000ウォンで国産空母を調達したことに嫉妬しているだけだ、とベレット氏の記事に対して反論したそうだよ。え、いつも日本に嫉妬して難癖つけてくるくせに、韓国がこんな指摘をした理由としては、オーストラリアは、防衛産業育成を通じて、製造業の立て直しを試みたんだけど、コリンズ艦の性能は期待外れで、オーストラリア海軍にとってイージスシステムを初めて採用したホバート級駆逐艦は、韓国の駆逐艦より小型なのに調達コストは 2.5 倍と高価で、スペインの設計を有用して建造したキャンベラ級強襲揚陸艦は F-35 運用というオプションを想定していたけど、本当に F-35 を導入するには大規模な改良が必要になってしまい、事実上空母の調達に失敗したからだ指摘したんだよね。入手可能な装備を自国開発することは無駄でテクノナショナリズムと指摘された件に関してはどうなんだ？その件に関してもオーストラリアは防衛産業育成に失敗したため武器の国産化に関する利点や、波及効果を経験したことがなく理解できないのだろうとこれも激しく反論したんだ。お互いかなりバチバチだな。韓国人はプライド高いからな。いつまで経ってもこの論争は終わらねえぞ。本当にその辺にしといた方がいいよベレットさん、と言いたいところだけど、さらにベレット氏は韓国の KFX は21年前に開発された FA-18EF ブロックの再開発に過ぎず、国産軽武装ヘリコプター LAH は、軍の需要だけでは成立しないため、同一機体で民間需要にも対応するため妥協しただけの産物だと、またこき下ろしたんだ。もうやめとけって、いつまで経っても終わらねえぞ。別に韓国とオーストラリアの問題だからいいじゃん。日本は関係ないんだしさ。実はこの記事には、日本のことも書いてあるんだよね。マジかよ、日本にもベレット氏は喧嘩売ってんのか？なんて書いてあんだよ。
日本にもコストがかかり正当性を疑うような国産兵器プログラムがいくつもある、と韓国に対してほど痛烈ではないけど批判されてるのは間違いないよね。ちょっと、と思ったが日本人はこの程度の批判なんて相手にしないけどな。勝手に言ってろよって感じだな。正直、他国の安全保障上の決定にオーストラリアの国防戦略に特化したシンクタンクが、ここまで過激に噛みついて批判する必要があったのかは謎だよね。他国の軍事評論家の話では、ベレット氏が所属する ASPI の運営には、オーストラリア国防省からの資金が流れ込んでいるから、アタック級潜水艦プログラムに集まっている不満を散らす目的で、今回の記事が作成されたんじゃないか？なるほどな。自国への不満の他国を非難することでて、それは韓国のやり方と一緒やねえかよ。確かにそうだね。どっちもどっちってことだね。でもこの論争は、これからも大引きそうだよね。日本は関わらないようにしとこうね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。いつも見てくれてありがとう。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